たまに、このね、ここで、種を探してみると、いいと思います。はい、奥多摩です。焚き火だけじゃなくてですね、昼間天気が終わったらこんな感じでカヌーなどにできます。ね、今日は割と人が少なめで、綺麗です。社会人の高根さん、どうもこんにちは。ありますか。4連休最高。ストレスでいろいろ体に肩がきてます。翔太のカヌー、はい、翔太のカヌーで大冒険。翔太がこれからカヌーで急流に突っ込んでいきます。こちらギャラリーです。ギャラリー、お、行った。違うんだ、あれあっちにね、入るように教えたの。あっちに行けて、あそこ際を上まで行って、そこから入ると。今ほら、ただあそこね、はまるとね、抜けなくなるんだ。困ってるところだね。はい、はまると抜けなくなるから、あ、寝るっていう。休憩スポットを見つけて、適度に日陰になってですね。お、バックに出て、ここからそう頭を振って、あ、反対側に来た。頭を振って、だいぶ下流に来てるので、こんな感じです。